ラスト今から誰とやるの何それラストって一人じゃできないの一人だと戦闘が難しくて涼しいやつは虚無。へ、え、ぇー。だからみんな人にやらせてんのかなんかラストってさ、なんかソロでやってるイメージないよな。一人じゃその成立しないゲームなんや。マインクラフトとかはね、なんか一人でも楽しめるけどね。結局身内とラストでやるだけの企画になったら。 <laughs> <laughs> 俺たちが本当にやりたかったのはこれなんだっていうあん,だあんだけイエスとサバとかさいなんかダッセよなとか言っといて俺た,俺たちが本当にやりたかった世界これが何があかんねんそれで羨ましかったんや本当はストリーマーサーバーが羨ましかったんや 俺でも去年やったようなあのマイクラ企画まってみたいな、また今年もやりたいねんやけどな。どうせ8月さー、その何、コラボばっかなやったらさ、俺もうマイクラもやりたいんやけど、去年、あ、去年、だって俺ら勝てなかったやな、結局、エンダードラゴンに。ん俺が企画なんでサーバーサバ立てなあかんやろ、ね、めんどくさいん、ね、てか、ラストちょっとずつ全集すっか。ゼウがラスト初見なの、お前雑誌、俺、あえて雑誌しない俺は、ラストの時。 あえてなんか俺をこの大事な役割に、になんかちょっと任命してほしいな。ラストで。目立ちたい。ラスト。でそんなんさ、わかんないやつがさ、雑談、雑用や,やるのなんて思んないじゃん。そこで俺がこのなんかちょっと何、その、危険、なんか銃を武器でこう、突っ込む役みたいな。全員で雑用やる。あ、そういうゲームなんだ。まあ、だそ、ままあ、それは雑用はみんなしなきゃダメだもんね。 うん。いや、なんかそれいや、ラストはちょっとほんま楽しみたいな。楽しみたいから、ちょっと事前知識はちょっとつけておこう。だから。うん。物資ロスとして炎上すればや,や。やろうか、そういうの。<laughs> そういうのやろうかな。やってエンタメやん、つって <laughs>。それで、それでなんか混じり出されたら、それでなんか視聴者とかにガタガタ言われたら、いや、これエンタメやろわ。<laughs> で、押し通す。エンタメですやん、つって <laughs>。 田速さんはそれで釈迦のファンに叩かれまくった。でもさ、ファンに叩かれなんて痛くもかゆくもないやん。だったらそれやって目立った方がよくないそれをつまんないって思う価値観に、の人たちに合わせるのは違うと思うんだよな。それは違うしょ。それはもうだって、配信的に見たらもう正解じゃん。いや、わ,わかんないけどね。わかんない。その服温度感が。もうめちゃくちゃ真剣に戦ってる時に水差すような感じとかじゃな,ないんやったら。うーん。 もうそれは不正解だったってことだ。そうなんか。今の時代、社格ある敵に回すと食っていけない。<laughs> <laughs> 足向けで寝れへんな、じゃあ。なんかそういうのあるよね。その、やっぱ、結局その今の配信って VTuber のファンを取り込めるかどうかやから。うん、そこ敵に回すと、やっぱ,やっぱさ、少なくともその大多数。 自分の味方にならなくならくるってことや,からやっぱそうなるとやっぱ何つうの余りもんを拾い集めてなんか食っていくしかないもんね VTuber 宝山から金のなる気やからあの辺の界隈ってそこを味方につけるかどうかがやっぱストリーム界隈で生きていけるかどうか V とか、ねまあ釈,まあ、釈迦さんとか分からんけどさうーん え、でもそれでさ、俺が今回ラストでさ、全然解釈できんくてさ、なんか物、物質ロストしてさ、どうしようそのうんこちゃん界隈の人にも嫌われたら <laughs> そ、そその後のほらげとか出にく <laughs> なんでこいつ呼ぶんだよ、みたいなな,なんのかな俺が。うんこちゃんのホラらげ配信、他の人が良かったな、つって。ゼウか、オーニャが良かったな、みたいな。書かれんのかな、俺、ツイッターで。 ロケラントアイテムが長寿…よあ,あそうなんだモコさんこれが見ましたかでおえちゃんはまあだからあれやろおえちゃんは単純にその連絡先がなかったんじゃうこれ誘ったのってだから全部幕末さんやからえてかニコニコ老人会ってこれさあもう何もうずっとあんのこれ 日曜までもうずっとやってる感じなん不眠不休でもうじゃあみんな行ける時間はもう全部行くみたいな感じなんどうする俺最後だけ参加したら最 <laughs> 後だけ参加しようかな俺最終決戦のその1時間ちょっとだけ顔出して「おいおい繁盛ロケラン勝つぜ」っつって 俺がぶっ今からロケ投げるお前ら打つなよ俺が全部やるから <laughs> クソたかれそう <laughs> いやでもそあれっすよねそのにニコニコ老人会やねんからさあのあれですよねこ子,さん子さん具合でその序列決まんねんな 俺2009 5月だけど2009 5月やから2009 7月のうんこちゃんよりも2ヶ月早いからこの中だと俺の方がうんこちゃんの先輩やから <laughs> 全員アゴで使うわ俺うんねえ俺が一番偉いんやろ子さん老人会やねんから <laughs> あんながあとみのりとかスパークあたりが振るまあまあそうだね 2009がやっぱ多いのよ。2008、やっぱ、すぎるさんとか、しゅうさん。まあ、スパーク、いろり、みのる。ボルゾイも、まあ、2009やんな、確かな。ルーツさんとか、春重さん、イボンさん、タロチンさん、藤原、マックスとかも2008か。カダさんは、 ちょっとわかんないな。母さんいつだっけな,ちょっとなんか今ちょっと見てるけどさ、このリストのやつ。レトさんとかも2008や。まぁ、あ、レトさんいないけど。P さんとかも結構子さんやったイメージあるな。だから本当のサイコさんってまぁラ,ランタンとかなるやろうな。2007やからな。だって俺高校の予備校行く電車で見ててんだよ、ランタンの動画。高校の予備校行っててんから。そん時にすでにやっとっても。 しんすけさんとかもドラクエ4とかだからこう、高校で見てたな。高校生だったもん。YMC 学園。あの、カモノアシとかがさ、まあもう親しい仲になったやんか。でもやっぱ俺とかうんこちゃんに対して、ちょっとなんか見る目ちゃうやん。カモノアシってなんか、敬語やん。年上なのにあ。あの感覚って多分それ近いと思うねん。 どんだけその近しい存在になってもやっぱ画面越し見てた人っていつまでもやっぱそういうイメージになっちゃう。いやてかまずほんとイメージつかない。もうラストやらんかわからんわ。ラストちょっとやろう。後で。ただてるとかがまだ配信しとったら見とったらまあね、ただてるさんはまあ、いや俺,俺はだったらただてるさんに早くニセトロ返さなあかんねんけどさ。 この間しかもなんかツイッターでバズってたよなタダテルさんなんか有名な人がタダテルさんっていう実況者が昔おってこの人がすごくてみたいなのがなんかめっちゃ拡散されとって潜在的にやっぱタダテルの復活を望んだ人とかやっぱタダテルさんを知ってた人ってやっぱ多い今のツイッターネットにもやっぱ多いんやなっていうか今からこっそり俺だけに連絡くれへんかな <laughs> こっそり連絡くれへんかなタダテル さんにまずお礼せなあかんのとこっそり俺の YouTube に出てくれんかな <laughs>。